皆さんこんにちは。こんにちは。これから始まるこの YouTube の動画なんですけども、9月29日大阪で行われたウェーブ大阪大会の試合映像を撮ってたんですけども、映像のみ撮れていて音声が入っていないというトラブルが発生してしまってですね、いつもなら大会終わって1週間以内くらいかな、カンフェティで配信してるんですけども、さすがに 音が入ってないものを配信できないので、これから、その時は自分と岡さんが組んでて、ひろたさんの試合があって、ほのかの試合があって、宮崎さんのタイトルマッチがあって、これを音声は入ってないんですけども、自分たちが出てる選手が実況しながらというのを YouTube で配信させていただくことになりました。はい。まあこれはこれで新鮮です。レアじゃない？はい、ね、レアと思います。試合の音は聞こえないんですけども、自分たちと一緒に見ていただけたらなと思います。はい。それではまずはほのかのカードですね。これは1試合目で、はいはい、ラム会長と尾崎舞香さんが組んで、ほのかと高瀬美雪選手のタッグマッチになります。はい。それではどうぞ。ポン。はい。まずはラム会長と尾崎舞香選手入場でございます。尾崎舞香さんとラム会長の組んだ時のコスチュームって可愛くない？ほら、はい、ね、なんかなんていうの、シリアス、かっこよ、可愛い服だって思いました。あ、なんかなんかそれなんかあるのかと思った。あ、特に感想ね。はい、感想です。すごいね、いいよね。だってさ、ラム会長はなんかラム会長ってさ、なんか躊躇しない、はい、言うの。なんかさ、ラム会長って名前じゃん。はい。なんかラム会長って言うと、会長ってついてるから、なんか何々さんって言ってるような感じだけど、ラム会長って名前だからさ。ラム会長さん。そう、なんかさ、気を、なんか いいのかな、ラム会長って言っていいのかなみたいになるよね。でもラム会長。ラム会長です。ラム会長もうちょっとしたらデビュー20周年らしいよ。やばくない？すごいです。2005年デビューだって。生まれた年です。へえー、2005年3月6日。3月6日、あ、自分が生まれた1、2週間後です。へえー、自分同い年だね。2月21なので、誕生日は4月14日だけど、なんだっけ、年齢は非公開。うわ、4月14日。高橋さんのこのガウンすごくないですか？ね、すごいよね。ひらひらふわふわで、うん。プリンセスみたいですね、後ろから見ると。多分鳥をイメージしてるんだと思う。鳥みたいです。鳥みたいだよね。はい。なんかタックのことを書いてた。あ、すごい。今ラム会長のこと調べてたんですけど、夢は岡田くんと結婚だって。岡田くんでも結婚したよね。子供いるよね。はい。あ、もう夢破れたりですね。あ、好きな有名人は山口百恵。え、むずい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 。すごい。あ、暑いな暑いな暑い暑いな。自分の握手ってデビュー戦の時から思ってるんですけど、なんかすっごいかっこ悪いんですよ。ちょっと待って、今日さ、なんか全然ろれつ回ってなくない？疲れてるんですよ。思ってるんですよ。全然かっこ悪いかな、あんまり思ったことない。すごい腰が引けてる。あ、確かにね、それはあるわ。あ、同じくらいの身長じゃない？で、どっちの方が、あ、でもなんか大阪でシングルさせていただいたことがあるんですけど、うんうんうん、その時は自分の方がちょっと大きかったです。でもなんかラム会、ほのかより細い人あんま見たことないけど、ラム会長細そうじゃない？なんか、はい、もう
お腹が。おあ、なんかこれ見たわ。何やってんだろうこの人たちと思って。ナムカ一丁は手裏剣を扱う、はい、あれなのかな。はい、多分。あらららららら ら, ら, ら。少ないですか。初めて手裏剣投げた。はい、初めて、人生で初めて手裏剣を投げました。でもさ、怖くさ、全然あれなんだけど。はい、お。打たず、手裏剣打たず。これ見てて思ったんだけど、はい、子供の時からさ、手裏剣ってこうやってやるじゃん。はい、子供の時からこうじゃん、はい。でもさ、よく考えたらさ、こうやってやったらさ、全部飛んできそうじゃない？一枚ずつやるの難しくない？確かにそうです。普通ね、こうだよね。なんかフリスビーみたいな。ね。みたいな。なんでこうなんだろうね。に本当の忍者はさ、もう何回もトレーニングしてるから、これでもこんなさあっても投げられるってことかな。手裏剣ってそんな薄いんですかね。え、なんかいっぱいあったらもうここからなんかこうなりそうじゃないですか。ね、鉄でできてると思うからわかんないけど、持ってみたいですね。ね、あ、すごい。やっぱ尾崎さんはパワーが、おお、頑張ってか、はい、お腹血管ちぎれそう。なんか見ててもわかるの。自分マイカさんといつかシングル、うん、してみたい。してみたいです。え、対戦は初めてじゃないよね。いえ、でもあんま機会なくって、うん、あ、かわいそうかわいそう、走らされてるよ。頑張って頑張って、おお、早めに早めに、き、あ、あー、また走る、また、あー、いいねいいね。あ、つらい。つらいつらい。やっぱパワーがね、あるから。すごい。パワー。ほのかたち、ほのかたちって速い動き得意じゃん。ほのかとか、まあ、ラム会長もさ、軽そうだから得意そうじゃん。だけど、そうじゃない方が速い動きするのってなんか面白いよね。すごいです。なんか、迫力とスピード。だってさ、あの尾崎さんもやりたくないから止まったわけじゃん、はい、でも高瀬さんがさやっぱ体力消耗させようと、あーすごいすごい、かわいそうに、かわいそうに、どすん、う、疲れてる疲れてる疲れてるよ。この日あれです、ほのかに昼も、そうだよね、尾崎さん、昼、そうじゃん、この日尾崎さんと、はい、尾崎、尾崎やん、そうです、そうだったんですよ。尾崎真由美さんとシングルマッチして、尾崎舞香さんとタッグ、すごい一日でした。うわ、かわいそう、かわいそう、うわ、やっぱさ、ラム会長って細いじゃん、はい、だからなんかエルボーとかめちゃくちゃ痛そう。うわ、思い出したくないですね。確かに、かわいそう。なんか自分リングの色と似ていますね。なんかさ、大阪、照明ですかね、そうそうそう、大阪ってなんかさ、あれなんだよ、なんかマットもさ、はい、真っ白だしさ、もうめちゃくちゃライトが当たるから、はい、全部白に見える。かわいそう。デロン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 、あ、やだやだ。秀美さんも優しいから言われたらなんか、え、そう、そうなのっつって、あーあーあーあああ、秀美さんも同じぐらいの身長じゃない？そうですね。ね。すごい。でも絶対チビって言ったよ。今なんか背伸びしてたもん。あーあー、かわいそうかわいそう。コーナーコーナー。コーナーコーナー。あー、逃げろ、ほのか逃げろ。ほのか逃げろ。ほのか逃げろ。頑張って頑張って。ああ、やだやだ。捕まりました。かわいそう。あーあー。もう疲れてるからもう逃げてくれ。そんなに動けない。バタ足みたいな。いい、バタ足。泳げるといいね。え、泳げる？あ、じゃあ水嫌いなんだっけ。水は嫌いなんですけど、プールは泳げるんです。水、海がダメなんだよね。その底が見えないとか、はい、底が見えないとかの足がつかないとか、うん、この夏にサマーランド行って、うん、だんだん深くなってくって、うん、もう一番最後のとこ、ここまで来ちゃって、もうパニック、パニックやん。
やだやだやだ、逆にすごいよ、あの体勢で右足あんな伸びるなんて。早く逃げてしまいたい。帰る帰る、頑張って帰る、頑張って、帰る、やだやだやだ、高瀬さん助けに来てあげて。かわいそう。ラム会長の蹴りって豪快だよね。はい、うわ痛そう。嫌ですね。お、頑張って頑張って、ほのかがやり返せた、帰れ帰れ、やり返せた、やり返せた。高瀬さんもう決めちゃって。お願いします。すごい動く、めっちゃ動いてる。すごい、いいね。おおおお、ポニーテールが綺麗ですね。確かに。まだ崩れてないね。はい、おすごい。わあすごい。高瀬さん身長があんまり大きくないイメージなんですけど。うん。すごい大きく見えます。ね。なんでだろうね。ラム会長かわいそう。今度はラム会長がかわいそうだよ。頑張ってラム会長。全然プロレスに関係ないこと言ってもいいですか。うん。これ何回ブリーチされたんですかね。ラム会長。はい。確かにね。すごく綺麗じゃないですか。ね。しかもいつも別にそんなにめっちゃプリンとか思わないもんね。はい。しかもサラサラなんですよ。ね、よく言ってる。なんか試合終わったらなんか海藻みたいな。やっぱさ、わかめみたいになっちゃって。あんまりこういう言い方は良くないと思うけど、はい、ちゃんと。時間とお金をかけてるんじゃない。ほのかさ今時間ないじゃん、もうバタバタじゃん、バタバタ試合して学校行ってとかやってるじゃん。あ、死んだ死んだ。あれシングルマッチしたって言ったよね今。はい、その時もあった。あ、その時も遅くじゃない。はい、死んだかもしれないです。一度死に方がすごいね。はい、ベローン。なんか虫をさやってみたじゃない。ああ足でちょんちょこちょんちょこ。ああダウンだろ。おおすごいすごいすごい。危ない。すごい早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 い。あ、やだやだ出てきたよ。あ、やだやだやだ。あ、かわいそう。いやぁ、私マイカさんのロープワーク好きなんですよ。わかる。片足で行くときにかっこいいって、ね、やっぱさ、まあ、なんていうの自分たちよりさ身長高いわけじゃん。はい、だとさやっぱ身長分足も長いわけじゃん。だからね、いいよね。羨ましいです。結構なきついドロップキックでしたよ。すごい。いや、すごい。頑張って。どっちがどっちがどっちがですか。生まれ変わったら当たり合いしてみたいです。太ればいいんじゃない。太ればいいっていうか、まあ、体を太るじゃないね、体を大きくすればいいんじゃない。でもあんまりご飯食べないんだっけ。でも最近あ、なんか多分不健康なご飯が好きなので。あー、わかる。ラーメンとか週、わかる、週4当たり前みたいな。え、でもそれでもまあやっぱ試合数とか練習もやってるからね、なかなか太らないよね。お肉はふにふに。琥珀もさ、全然試合に関係、この試合に関係ないんだけど、前は、はい、お酒飲む前は全然、はい、まあがたいは良かったけど、なんかもう太って困るみたいななかったの。まあ練習も毎日だったし、はいはい、だけどそう、すごいねすごいね。つあ、やっぱお酒飲むとね、もうほのかもお酒飲むと分かるよ。あと4ヶ月です。あと4ヶ月だって。え、ほのか大丈夫、出てくるの。もうやめて。大丈夫、頑張って頑張って。久しぶりに見たと思ったら頑張ってくれ。久しぶりに見たと思ったら。さっきまで、あ、いいねいいね、いいことだ。ラム会長どこ行ったん。
いいね、連携連携。高さも同じぐらいだし。頑張って抑えてくれ。なかなかね、そうだよね。頑張ってやるのか。起こすの。一苦労。そうだよね。そう。お。もうこの人強すぎてあんま。びっくりした。何何お何すんの、あ、2人で、いっ、大丈夫だった、こういうのやるといつも腰がバイーンっていく自分の着地する、あ、ラム会長そっち見えたな、あ頑張れ頑張れ、頑張って起こして、あげてくれ、あ、いいね、投げろ投げろ、桜落としだよね、はい、成功したことあるよね、あります、お、こんな大きい人投げれるようになるといいね、はい、やっぱ、あ、やばいやばいやばい、かわいそう、もう終わったわ、やめてあげて、もう終わったのか、あ、いつの間に、やめて、ひー、うわー、綺麗、あ、これかわいそうなんです、かわいそうなの、あの、かわいそうなんです、何これ、もうこの連携可愛くない、なんかでも可愛いです、可愛いです、でもやられる方可哀想だね、はい、可愛いけどあの痛さは全然可愛くない、確かに、だって2人分が後ろ受け身だもんね、はい、信じられない、あー、なんかもう頑張って、やめて、何何、うわ、ああ、行かないで、行くな行くな、離すな、手を離すな、あ、いいねいいねいいね、ヘナチョコ、ヘナチョコ、もう、あ、前に落ちそう、あ、ナイス、すごいじゃん、いいねいいねいいね、いけ、もっと抑えてくれ、頑張って頑張って、そう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 、いいですいいですよ、とてもいいです、あ、いいんじゃない、決まるんじゃない、頑張ってくれ頑張ってくれ、あー、高瀬さん、抑えててよ、お、あ、お、頑張ってくれ、そうそうそう、2対1でね、2対1で行こう、ものがフラフラやん、振り絞るんだ、いやー、かわいそう下向いたんで、なんか、え、なになになにすんの、わあ、え、柔軟みたいになってたよ、べーちゃん、返してくれ、頑張りました、ほのかちゃん、あ、もうなんかもうこっから動かなくなってます、ほのか痛いと思ったら下向いちゃうのかな、さっきもラリアット食らって下向いてフラ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 、もうデロンデロンやん、意識はあるんですかね、意識はあるんですか、頑張ってくれ、あー、あー、もう耐えることもできない、あら、やっば、あ、頑張って、あ、頑張って、もう、あー、もうマイカバスター13分40秒、尾崎マイカさんがほのかから勝ちました、わー、すごいですね、頑張ったね、ほのかちゃん、半分多分意識ないですよね、ねえ、頑張ってたわへにょへにょフラフラで、いいね、でも、え、尾崎さんとシングルできる日が来るといいね、はい、まあでも今いっぱい出てくださってるので、はい、いつか叶うことでしょう、お願いします、ほのかは11月4日後楽園ホール大会のカード決まってる、まだ決まってない、おー、まだ決まってないんだ、はい、ほのかだけかな、今決まってないのって、大川さんもかな、琥珀は加藤瑞希と組んで極悪同盟、やばくない、マジやばいです、やばい、セコンドついてね、なんこれ、あのフォーク市内で、市内殴られたんですよ、うん、あの広田さんのセコンドに来ていただいた際に、もうお腹なくなったと思いました突っ切ったと思った、あ、もう、はい、ロープそのままなんかロープ上げしてたら、うん、うわっ、ジーンってなって、え、上げて上げてたのに、あの、はい、やば、ひろたさんにやりなやりなって、いや、ひろたさん、はいって言って言ったらバチコン、ひろたさんやばかわいそうに、はい、そう、ダンプ松本さんとザップさん組んで、コアクと水木、うん、で、今、ちょうどこれは今日撮ってるのが10月14日なんですけども、はい、先日のひろたさんの自主興行でひろたさんが肩を脱臼されまして、今
次の大会欠場になってまして、今後どうなるかはまだ未定なんですけども、はい、予定通り11月4日広田さん出場となれば、コナカペールワンさんとシングルマッチです。もう何回も見たよね、はい、いっぱい見たよね愛知県で。でもなんか毎回目が回るし ね、 でもね、うちらってさセコンドとか行くからさ、はい、セコンドとか行ったり自分のさ身だしなみ整えに行ったりとかするじゃん、はいはい、ちゃんとしさ真剣に見れてないじゃん。真剣にはそうです、真剣に見たいよね一度真剣に見た、あ見たいよね、はい、そう。でひろたさん決まってるでしょ。大川さんはまだですかね。まだか。で宮崎さんと上谷のタイトルマッチ、黒い上谷初めて見るから楽しみですね。自分もです、ね、残念ながら宮崎さんが希望してたあの入場は、はい、できないね、はい、まあどうなることかは皆さん11月4日後楽園ホール見に来てください。はい、お願いします。よろしくお願いします。では皆さんご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。またね。はい、株式会社ザブン代表取締役草上美希子です。プロレスリングウェーブ、代表取締役大岡由里です。何がプロレスリングウェーブ、プロレスリングウェーブ代表の、はい、ウェーブでは、レフリーリングアナスタッフを随時大募集しております。大募集です。で、そしてですね、バスを、マイクロバスなどを運転する方を大歓迎でしております、はい、一緒にウェーブをこれからもやりましょう。お待ちしてまーす。